い事、ピアノやバレエ、習字や英語、幼い頃のさまざまな経験が今の生活に大きく影響しているという方も少なくないだろう。演劇の世界でもそんな経験を持ち、これからそれをどう生かしていくのか、そんな可能性を抱えた一人の劇団員に密着してみた。この日、スタジオの一室に彼女はいた。何でも今日は昔やっていたというそろばんを持ってきてくれたのだという。一応そろばんは小学校1年生の時から高校2年生までやってて、で高校2年生の時点でそろばんが2段、その15級から1級までこう遡ってって、そこから10段まで増えていくんですけど、そろばんは2段で暗算は5段でした。どう、まあでもそろばん、まあ5段、暗算5段は、まあ、頑張ったなって感じだったと思います。あ、そろばんじゃない、暗算5段は頑張ったなって感じで、そろばん2段は、まあ、もうちょっと頑張れたやろって、十何年もやってたらもうちょっといけたんじゃないと思うんですけど、まあ、まあまあいいかなって感じで有名なそろばん学校が私の地元にあって、私上に兄弟が3人いるんですけど、3人とも行ってたんで、なんかまあその小学校に上がったら自分も入るんだってなんか何も考えずに思ってました。つながってますよ。あのカムカム見に来てくれてる子もいるんで、懐かしいです結構ブログとかに載ってたりするんで、自分の中学校とか高校の頃の写真が懐かしいですね。めっちゃ久々なんで、さっきちょっとだけ触ったんですけど、もう違う球触りまくるんで、ちょっと合ってるかどうかわかんないですけど、玉です。ああ、はい、ちょっと待ってください。これはあの165っていう数字を永遠足していくやり方なんですけど、ああもう多分間違ってます。これはちょっと、あ、やばいっす、もうやばいっす違う球ちょっと触りまくっちゃう。久々のそろばんに夢中になる柳瀬さん、撮影の合間も楽しそうにそろばんを弾きます。どうなんですかね、紙見てやれば多分いける。ちょうど今日持ってきたプリント用意した。プリントの問題を見ながらそれを暗算で答えていくという。方法としてはどうやって、もう自分で。これはなんか制限時間3分って書いてあります。間違いまくってたら笑ってください、ね。先ほどまでの笑顔から一転、スイッチが入ったかのように真剣な表情で食い入るようにプリントに向かう柳瀬さん。全然、しかも間違ってると思うな。やばいですね。もう1問目から大幅に間違ってます。大事件。え？これ本当にこれの答えだよね。3分間で答えた問題は22問。そのうち不正解は5問でした。めっちゃありますね。やっぱ玉の、暗算は玉のイメージが消えてくるんで。はいはいはい、
そうですね、これお姉ちゃんがここにそろばんのここにシールが貼ってあるんですけど、これがお姉ちゃんが取った段のシールで、うん、この日照一級っていうのと全試練の2段、お姉ちゃんもそろばん2段だったんですけど、でこっちが私が取ったやつで、まあ、全試練1級と日照1級と初段2段っていうのがあって、この全試練での1級がここに貼ってあるってことはってことなんですけど、この2級までは普通にこのご和さんで、ご和さんで願いましてはって自分でこのやらないといけないんですよ、指で。でもこの多分全試練1級からはこのワンタッチでいっぱいこう数字があっても、このボタンを1個押すだけで全部戻るっていう、このソロ版を使うっていうのがずっと憧れて、で一番上のお姉ちゃんが、まあ、初めて最初に今2段まで行く時にこれを多分買ってもらって、で私がそれをもらって使って、最後今ちょっと東京に持ってきちゃったんですけど、そうですね、一番上のお姉ちゃんからもらったやつなんで、お兄ちゃんもちょっと使ってたかもしれないですけど。続いてはソロ版問題。こちらも用意したプリントの問題を今度はソロ版で弾いて答えていきます。文鎮欲しいんですけど、まあ絶対に文鎮置いてたんですよ、この紙が。緊張するわ。さあ、文鎮がないことがどう影響するのか、いよいよ挑戦です。時間は7分。どのぐらいの問題を解くことができるのか。早くも文鎮がない問題が発生。プリントが動いてしまい焦る柳瀬さん。うわうわー、やば、やばいですね、これは。結果は13問回答で不正解が2問。いやー、なんか昔よくあんな指動いてたなって久々にやって思いました。でも結構普段の生活でそろばん役立ってるなっていう部分はあるんで、やっててよかったなとあとすごい思いますけど、でもやっぱバイトですね。なんかお客さんにこれ追加注文とかでこれとこれとこれって言われて、で都度お席でお会計なんで、私のお店がその同年代ぐらいの人とか、あとまあ先輩だったりもそうなんですけど、小学校の頃からその定期的に大会とかあって、他のまあ学園の人たちと話したりとかして、で私そんな点数いっぱい取れるタイプじゃなかったんで賞とか全然なかったんですけど、
絶対隣の席の子と仲良くなって帰ってくるっていうのが毎回あって、で次の大会で会って、ああ何々ちゃん久しぶりみたいなこととか結構あったんで、その人と関わるっていう部分でそろばんやっててよかったなって思うことは結構あって、なんかその、まあ、演劇でも知らない人と出会ったりとかして一緒に、まあ、作品を作ったりとかするじゃないですか。そういうコミュニケーションみたいなのは覚わったなって思います。ソロ版でドラムやソロ版、幼い頃家族の影響で始めた習い事は大きくなった今でも彼女の中で大いに役立っているとのこと。撮影後スタジオに残ってもう少し玉を触っていくという柳瀬さん、子供の頃大好きで夢中で弾いていたソロ版、その経験から弾き出された計算で今後の劇団員としての指標をどう解いていくのか、その答えを弾き出す音が聞こえる日もそう遠くないのかもしれない。